ルシアーノ・ダリオ・ビエットは、アルゼンチン・コルドバ州出身のサッカー選手、アルヒラル所属。ポジションはフォワード。なお、ルーツが、ピエモンテ州にあるため、イタリアのパスポートも有するイタリア系アルゼンチン人で、ある。2010年からラシンクラブのユースチームに所属し、2011年9月27日、CA ラヌース戦で、プロデビューを果たした。2014年8月4日、 ビジャレアル CF に5年契約で移籍した。加入1年目からシーズン12得点を挙げる活躍を見せると、翌オフには、羅針時代の指揮官であったディエゴシメオネ率いるアトレティコマドリードへ6年契約で移籍した。2016年7月30日、セビージャ FC にレンタル移籍で移籍することが発表された。2018年1月4日、バレンシア CF へ、 買取オプション付きのシーズン終了までのレンタル遺跡が発表された。2018年8月9日、フラム FCH シーズンのレンタル遺跡が発表された。2019年5月、スポルティングクルーベでポルトゥガルは合計750万ユーロの遺跡金でビエットを獲得したことを発表した。また、スポルティングから遺跡した場合、アトレティコマドリードに 遺跡金の50%を支払うことが契約に盛り込まれた。2020年10月25日、あるヒラルに移籍した。ありがとうございます。